おじいちゃん、来月天体観測するって言ってたけど。定年退職。それそれ。会社がなくなったらおじいちゃんは何をするの？また酪農の仕事に戻るつもりさ。恋人でもいればいいのにね。お、何を言うんだか、半角さえ。ごめんなさい。言っていいことと悪いことがあるべ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、これをコリボンにあげればいいんだ。はい、ミルクだよ。コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。
何かいるかな。やったね。ここで刈り取った牧草はサイロに入れるだけじゃなくて、大きな牧草ロールのままビニールでラップして保存しておくこともできるんだ。それってどうなるの？ビニールラップの中がサイロに入れた時みたいに発酵して、牛が大好きな味の餌になるんだよ。酪農で一番大切なことは、牛が喜ぶ餌を丁寧にたっぷり作ってあげることなんだ。酪農で一番大切なことは、お姉ちゃんはなんでガラスの職人さんになったの？ん？うちは親が小樽でガラス工場やってんのさ。え？じゃあなんで今はここで一人でやってるの？反抗期だからね。ここも元々はうちの親戚がやってたガラス工場なんだわ。石油ランプや漁網につける浮き玉なんかを作ってたらしいね。ここも立てと船に乗って向こう岸へ渡るべか。じゃあ渡りたくなったらいつでも行ってちょうだいや。ねえ、みっちゃんは王様ってどこの国の王様なの？
は虫相撲をやんのかい。へへ、わやにしてやるぜ。私もやるよ。というわけで今日の生贄は僕くん。まず俺が相手だぜ。いけいけいけ、頑張れ。うわ、負けちまうよ。うわ、負けちまうよ。今度はどんな技だべ。次は私だよ。待ってね。ああ、負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。よし、行け。次は俺の番ね。いけいけいけ、頑張れ。出るんじゃねえぞ。あー、負けたよ。次は私だよ。待ってね。あー、負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。よし、行け。うわ、まずいっしょ。なあ、悔しい。じゃ、次は俺の番ね。
いけいけいけ、頑張れ。うわ、負けちまうよ。今回は今回さ、次は私だよ。よいしょよいしょ、勝ってね。うわ、ギリギリ。負けないで。あー、負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。ガンバガンバ、よし行け。踏ん張れ。あー、負けちゃったべさ。俺持ってないぜ。緑チェンジ、次は私だよ。よいしょよいしょ、勝ってね。いい感じいい感じ。うわ、あー、負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。よし行け。踏ん張れ、こらえろ。うわ、まずいっしょ。なあ、悔しい。俺持ってないぜ。緑チェンジ。ごめん、持ってないんだわ。あ、僕持ってない。ハヤトチェンジするべ。誰も持ってないみたいだべさ。じゃあこれでどうだい。ガンバガンバ、よし行け。うわ、まずいっしょ。なあ、悔しい。おい、技のレベルが上がったぜ。新しい技を覚えたんだわ。じゃあ次は俺の番ね。いけいけいけ、頑張れ。ああ、負けたよ。次は私だよ。よいしょよいしょ、勝ってね。あれ、私の負け。次は僕の番だべさ。ガンバガンバ、よし行け。よし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 。よし行け。やったね、どんな問題。
ガンバ。よし行け。よし行け。ああ、負けちゃったべさ。じゃ、次は俺の番ね。行け。俺の勝ちだぜ。おお、この虫も10勝だべさ。名前をつけてあげるっしょ。やった、いけるぜ。勝ったぜ。行け。頑張れ。やった、いけるぜ。俺の勝ちだぜ。行け。頑張れ。勝ったぜ。僕くん、虫ランクを弱いに切り替えて持ち駒を少し鍛えてきた方がいいべさ。手応えがなさすぎるんだわ。したっけ、バイビー。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。さてと、船に乗って向こう岸へ渡るべか。よっしゃ、じゃあ行くべ。ほらよ、足元に気をつけて上がってこいや。おじさん、ありがとう。なんもさ。
何かいるかな。やったね。昨日の日食すごかったね。うん、僕びっくりしたよ。鳥たちは夕方になったと思って山に帰り出してたべさ。虫たちは夜になったと思って泣き出していたね。昨日太陽が消えちゃったけど、あれって誰が消したんだろう。いや、それよりもどうやってもう一回火をつけたかが問題だな。なあ、ボクちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか。じゃ、また用があったら話しかけてくれよ。近所たち、ご飯できたよ。おめでとう、ひなた。1歳になったね。おめでとう。それにしてもあっという間だったな。みんなそうさ。もう捕まり立ちならできるし、そろそろ一人で歩き出す頃かな。ひなた、今日はボク君が釣ってきたお魚を食べるのよ。それにしてもすごいのを釣ってきたもんだね。多分これ主よ。呪われるかもしんない。ママ、変なこと言わないで。ねえ、今日で1歳ってことは今まで何歳だったの。0歳だよ。でも0って外国の言葉だよね。大昔はなんて言ったのさ。数え年と言って0がなくていきなり1歳さ。じゃあ最初から歩けたの。あれ、そうだっけ。あんた、ボク君に洗脳されちゃってどうすんのさ。というわけで、いただきます。あー、ずるい。ボク君はこの家の子じゃなくてお客さんなんだから、お先にどうぞって言ってあげなきゃ。ボク君はもうこのうちの子だよね。だからあんたは遠慮して食べんのよ。なんだそれ。というわけで、じゃ、いただきます。いただきます。はい、吉本です。ああ、なんだ、え、酸欠ついた。
分かったよ、お父さん。うん、大丈夫だと思うよ。うちのお母さん、赤ちゃんが生まれそうなんだって。だからお父さん、しばらく迎えに来られないって。そうだろうね。お迎えは多分月末ギリギリになりそうね。うん。楽しいのはどんな時？それは雪が一晩に1メートルも積もって外に出られなくなった時かな。あれ、おじちゃん前に一晩に雪が1メートルも積もったら南の方へ帰りたくなるって言ってなかったっけ？あれ、おじちゃん前に一晩に雪が1メートルも積もったら南の方へ帰りたくなるって言ってなかったっけ？ああ、お腹空いたな。なんで？知らないよ。ねえ、おじいちゃんは内地に行ったことがあるの？いや、ほとんどねえさ。じいちゃんは運よく兵隊に取られなくて戦争にも行ってねえから、内地にはほとんど行ったことねえんだわ。おはよう、じゃがいもおじさん。おはよう。今日は一段とも危険だね。そうよ、今日はね、私のお誕生日なの。お母さんがケーキを焼いてくれてるわ。もう15歳になったのよ。ほどなくして少女が週に一度母親に会いに行っていることを知った。なぜ一人で汽車に乗るのかと聞いたら、お父さんとお母さんが喧嘩をしたの。もうずっと喧嘩したままなの。おばちゃん、緑やひなたがいてくれるおかげで本当に幸せなんだわ。だお母さんに会う。ありがとう、ひなた。でもおじさん、お父さんには言えないで。お父さんには内緒なの。僕くんのお父さんやお母さんもきっと同じ気持ちだと思うよ。それ以来会うたびに、そうなんだ。今日の晩御飯のテーマは大自然の神秘。じゃあ今日はお誕生日スペシャルとして、僕くんが釣ってきた巨大イトウの丸焼きにオニオンリングとカボチャのポタージュ、そしてなんとお誕生日スペシャルのスペシャルとして豪華絢爛、あの夕張メロンをデザートにつけちゃいました。きっと喜ぶわ。それはよかった。今日の晩、君の降りる駅だよ。うん、またね、ジャガイモおじさん。少女はジャガイモを嬉しそうに抱えて走っていった。どの家の配達よりも少女への一つのジャガイモの配達が嬉しかった。私には生まれてすぐに亡くした娘がいて、生きていればちょうど少女と同い年だった。いつか私は少女の姿を娘と重ねていたのかもしれない。